空港の設備例2008年の空港分布図フィンランドクオピオ近くのシーリンアルビのクオピオ空港なりた国際空港空港とは公共のように供する飛行場のことである一般的な実態は主に旅客機貨物機等の民間航空機の離着陸に用いる飛行場内の施設であるその名の通り海運における港のような機能を持つ施設であり 空港という日本語自体が英語エアポートの直訳である。2009年時点でアメリカ中央情報局がまとめた報告によると上空から確認できる空港あるいは飛行場は全世界に約4万4000所あり、そのうちの1万5095箇所は米国内にあり、米国が世界で最も多い。空港には下記のような機能が要求される。蒸気の機能を満たすために 空港には様々な設備が設置されている。ただし空港によっては一部の設備がない場合もある。滑走路に着陸する航空機管制等空港監視レーダー等の2次監視レーダーと1次監視レーダーあり着陸に必要な設備として着陸誘導設備などの無線関係施設、滑走路、着陸帯誘導路、管制等などがある。また目に見える設備ではないが、 離陸着陸時に航空機が安全に飛行できる標準景気出発方式、標準景気到着方式、空域も不可欠である。フランクフルト空港におけるルフトハンザドイツ航空の A380 から841型機のグランドハンドリング空港のターミナルビルでは旅客の搭乗券の発行、手荷物の受け渡し、搭乗前の航空保安検査などの業務を行っている。 ターミナルビルと滑走路の間には駐機場が並ぶエプロンがある。ターミナルビルと航空機の間は専用の橋上構造物かタラップを利用する。大型旅客機や貨物機の場合、荷物はほとんど専用コンテナに収められ専用の車両によって積み下ろしが行われる。付属する施設としては出発便待ち客や乗り継ぎ客、見送り客が快適に過ごせるような待合室。 ロビー VIP 用空港ラウンジがあり、レストラン、売店等が併設されている。これに加えて、国際空港には、シックに関する設備が必要となる。空港の一角には、航空貨物の積み下ろしのための施設が集まる、貨物地区も設けられている。トラックなどで届く、農産品や機械部品などの貨物を荷下ろしし、保管し、航空コンテナに詰め替えるための上屋などが、 集積している。さらに倉庫と航空機の間の二役を行う、グランドハンドリングなどの運送業者、輸出入を請け負う、貨物代理店、エアフレートフォワーダー、通関業者などの事務所や税関、検疫などの庁舎も集まっている。ハンガー大きな空港には、航空機整備のための設備と人員が配置されており、定期点検や日常点検が行われている。また、燃料や、 旅客のための水、食料を補給し、トイレを含む客室内を整理、清掃する設備、人員が配置される。航空機が発着するために、一般に空港周辺には標準景気出発方式、標準景気到着方式といった離着陸コースやトラフィックパターンが設定されている。そのため、空港周辺には障害物が何もない区域が必要である。 各国の規定によって空港を中心とする一定の高さの円柱上の空域、滑走路から一定距離まで直線上に伸びる空域、特に離着陸機が多く通過する専用の空域が設定されており、これらの空域では地上の建造物、設置物に高さの制限がある場合が多い。日本ではこれらの空域は管制圏あるいは特別管制区と呼ばれる。空港は 航空機の発着のための広い敷地と、さらに広大な空域を必要とし、騒音問題もあるため、大都市から少し離れた郊外や海上に設置されることがある。そこで空港と市街中心部を結ぶ道路、鉄道、モノレール、橋梁、航路が同時に計画、建設されることが多い。設置者と運営者は、それぞれの空港により異なる。例えば、国、 空港公団といった公共法人、地方公共団体、第三セクターといった半官半民会社、民間会社などである。また、空港の運営者とターミナルビルの運営者とは異なる場合もある。空港の運営は主に空港使用料によって行われるが、航空機燃料税等の歳入や国や自治体による補助金で賄われる場合もある。 国際航空運送協会の調査では2018年現在世界全体で約14%が民営とされる。日本では2010年代に入ってからコンセッション方式により空港の運営権を民間へ売却する取り組みが進められ2016年には仙台空港が民営化された。日本の空港の経営を行う主な会社は以下の通り空港法による 分類日本においては、空港法により大きく4つに分類され、拠点空港はさらに3つに分類される。関税法による分類航空貨物の扱いに関し、関税法により空港は税関空港とそれ以外の不開港に分かれる。関税サービスによる分類日本の空港における航空交通管制業務の提供方法には、次の3つの形態がある。 連邦航空局によって以下のような分類の仕方がある。役割の近い役所の職員が対応しているが、近年では一部業務を民間企業に委託している国もある。うちには日本における職員の所属を示した。国際線の本数の少ない地方の空港では、最寄りの地方出入国在留管理局や、 税関などから職員が出張して対応することになる。自衛隊が管理する飛行場では自衛官が業務を行っている。一覧、ありがとうございます。